おとといから降り始めた雪はついに60センチを超えました。この週末、上川の4つの市と町に今シーズン初めて大雪警報が出され、豪雪地帯の幌加内町朱鞠内では60センチ以上の雪が積もりました。いつもだったら今月末か12月にやるんだけども、除雪するんですけども、こんなの初めてかなと思うんですよ。一度ちょっと聞いてほしいです。いよいよやってきた本格的な冬。この冬を乗り切るための備えについてもう一掘りします。もう一掘り。札幌ではおととい、平年より10日遅い初雪を観測し、昨日も最低気温が氷点下の冬日となりました。3週間前までは紅葉を楽しめた札幌の定山渓も。南区の定山渓にやってきました。雪もかなり残っています。今日の南区定山渓です。ちらちらと小雪が舞い、うっすらと雪が降り積もっていました。訪れた観光客にとっては嬉しい誤算だったようです。全く想像してなくて、あたり一面雪景色だって感動しました。いや本当にたまたまに持ってきたの。綺麗ですね。はい、すごいの雪の写真撮りたくて。靴はあんま何も考えてなかった。ちょっとだけ雪があるぐらいがありがたいかなって。ちなみに皆さんの冬の準備は間に合っているのでしょうか。こたつはもうおととい急に気温が下がってからやばいと思って出し始めました。ただまだストーブつけると灯油とかも値段が上がってきてるので、ちょっとできる限りまだこたつとかであんまり使わずしのぎたいなって思ってます。コートもそうですね。いや、ここのとこぐっと気温が冷えてからですかね、慌てて出しましたけど。そういえば昨日は融雪槽の点検もしました。自分たちで掃除して動くかどうか見て。こちらがタイヤ交換を行う場所なんですが、開店直後からすでに満車の状態が続いています。一気にやってきた本格的な冬に、カー用品店には冬用タイヤの交換の予約が殺到。朝10時の開店からフル稼働状態です。一月ぐらい以上前に予約したんですけども、ちょうど良かった、いい時期にできたと思います。いや、慌てましたね、ちょっとね。毎日乗るんで、通勤で、とりあえずほっとしてます。北区のホームセンターです。札幌でも初雪が降ったことで、この週末は駆け込みで除雪用具や寒さ対策のグッズなどを買い求める客が殺到したといいます。さらに今年はこんな傾向も。物の値上がりだとか燃料の高騰によって、お客様の志向が節約に向かっています。物価高騰などの影響で消費者の節約志向が強まっています。電気を使わない節約商品の中でも特に売れているのがアルミの保温シートです。アルミの保温シートを入れていただいて、その上に絨毯などラグを引いてあげることで、床からの冷気が伝わらない、表面に暖かさだけが伝わるっていう商品になってます。直近の売上では約3倍売れてますので。光熱費もかさみ、さらに家計への負担が増すこの季節、冬の備え。あ、古い家なんで隙間風とか窓がちょっと薄いんで寒いんで、まあやっぱり一番電気代っていうか、はい、かかんない方がいいかなと。光熱費もかさみ、さらに家計への負担が増すこの季節、冬の備えにも節約が注目されています。雪は、ね、観光面とか恩恵はありますけれども、はい、生活者としてはいろいろ買い揃えなきゃいけないので、ちょっと気がめいりますよ ね。 そうね。しかもこのスタートからね、どか雪っていう話を聞くと、これからの冬長いなと感じるんですが、はい、まあ、これからその光熱費がかさむ季節になってきますが、
野宮さんは何か節約って意味で言うと、この冬何か考えてますか？あ、 VTR でもおしまいの方に出てましたけど、窓に貼るプチプチの透明シート、はいはい、リビングとかは大丈夫なんですけど、普段あまり暖房入れない寝室とか、うん、寝ようとすると結構ヒヤッとするの で、ね、ちょっと貼ってみたんですよ。あれいいです。いいですよね、うん、それで結露防止にもなるので、うん、あれはちょっとおすすめかなと思いました。ちょっとね、貼る作業が面倒なとこもあるんだけども、でも水なしで結構簡単に貼れますもんね。そう、最近のはね、いろんなタイプ出てますからね、うん、で除雪用具をこれから揃えるという人もいらっしゃると思うんですが、取材したジョイフル AK で今年おすすめのスノーダンプですね、こちらですね、はい、一見、まあ、普通のダンプに見えますけれども、うん、エンボス加工って書いてありますね。エンボス何かと言いますと、こちらです、はい、あ、ボコボコ、そう、実は表面に一工夫されていて、まあ、エンボス加工というのは、そこにですね、こういう突起でこうボコ、うん、突起が出ているということですね。で今シーズンは気温が高く重たいベタ雪になるという予報も出ておりますけれども、まあ、この加工があれば雪離れがいいそうです。ですのでストレスなく雪かきができるということですが、鶴岡さんもまあいくつか多分、はい、除雪用具持ってると思いますけど、どうでしょうか？いや、結構もう降り続いたら毎日のことになってくるじゃないですか。なのでね、あんま億劫になりたくないなと思うんで、やっぱこうちょっとでもこう楽してね、雪かきしたいって気持ちはありますね。あの雪が離れただけでも、それでもちょっと気持ちいいじゃないですか。これがペタッとくっついてるとね、もうそこでイライラしちゃいますもんね。いや、全然違うでしょうね。一回試してみたいですね。もし持ってない、ママさんダンプって名前どうなんですかね。パパさん、なんかね、いろんな説あるんですけど、ママさんの力でもできるよっていう配慮のある解釈らしいですよ。なるほど、なるほど、そういうことですか。この時代ね、いろいろとこうジェンダーは敏感ですよね。わかります、わかります。ジェンダーとしか名前の方がいい。だから、まあ、そういう意味ですか。ただ一般的になんか大きく言うとスノーダンプっていうような言い方をねしてるかなと、はい、よかった、調べといてよかった。気になりますよね、でもね。そして、この寒さで慌ててね、ストーブつけたという人もいるかもしれませんが、ストーブのね、ここはちょっと気をつけた方がいいですね、はい、火事にもなりますから、特に必要なのが、注意が必要なのが石油ストーブです。今シーズン初めの11月から急激に事故が増える石油ストーブです。シーズン初め、消費者庁が使い始めの注意点として呼びかけているんですが、ホコリが溜まっていれば取り除く、そうですね。そして燃料は新しい灯油を使う、はい、でガソリンの誤給油、間違って給油しないような対策を徹底してくださいと、うん、そして特に注意したいのがタンクの給油口の蓋が確実に閉まっていないか、これが漏れちゃって大変なことになるよということですね。確かにね、なんかこうちょっと浮いちゃうことありますよね、しっかり閉まらないよね、閉まっているかを確認しようと、基礎的なことなんですけど、やっぱこういうことに気をつけないと大変なことになりますよということで、改めてですけどね、ちょっと細かいかもしれませんけど、一つ一つ点検してこの冬ね乗り切っていきましょう。